それでも地球は回ってる。天文学にあまり関心がない人でも聞いたことがある言葉ではないでしょうか。この言葉で有名なガリレオ・ガリレイはイタリアの天文学者、物理学者で天文学の父と呼ばれています。ガリレオが生まれた15世紀は宇宙の中心は地球で、地球の周りを太陽や月や星が回っているという天動説が信じられていました。ところがガリレオは星の観測から天動説は間違いで、地球が太陽の周りを回っている地動説を唱えたのです。しかし地動説は当時の人たちには受け入れられず、聖書の教えに背くとしてガリレオは宗教裁判にかけられてしまいます。そしてその時につぶやいたと言われているのが、それでも地球は回ってるでした。このように自分の信念を信じて研究熱心な学者というイメージのガリレオですが、実は意外な一面もあったようです。なんと副業でお金を稼いでいたというんです。そこで今回の動画ではガリレオの生涯から意外な一面についてまでを分かりやすく解説します。最後までご覧になっていただければ、ガリレオの思想からどうやって副業を成功させたのかまでを理解することができます。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まずガリレオの生い立ちから見ていきましょう。ガリレオは北イタリア、トスカーナ領の都市ピサで生まれ、両親の他に弟が4人、妹が2人という9人の大家族で育ちます。ガリレオの父親は音楽教師でしたが、音楽の仕事だけで生活をしていくことができず、妻の実家の生地屋を手伝って生活費を稼いでいました。成長したガリレオは17歳の時にピサ大学に入学しますが、3年半で中途退学してしまいます。中退した理由は大学の古臭い学問が嫌になったからだとも、経済上の理由だとも言われていますが、おそらくは両方だったようです。大学を中退したガリレオは家庭教師のアルバイトでなんとか生活費を稼いでいましたが、安定した大学教授の仕事を求めて就職活動を始めます。その頃のガリレオはいくつか優秀な論文を書いていたので、教授になれる実績こそはあったのですが、なかなか大学には採用されません。庶民の出であるガリレオには有力なコネがなかったからです。それでもガリレオはめげることなく、様々な知識人や教養の高い有力者に自分の論文を送り、感想を求めるという活動をしていました。そしてその送り先の一人である貴族のグイドバルド・デルモンテがガリレオの才能を認めてくれます。このデルモンテ家は一族の中からカトリック教会の最高司祭である教皇や教皇に次ぐくらいの枢機卿を出し続けている名門貴族です。ガリレオがグイドバルドと出会った頃にも、グイドバルドの弟が枢機卿に選ばれています。ガリレオはこのチャンスを逃すまいと、以前不採用になったピサ大学の教授職に枢機卿の推薦を持って再度応募し、合格を勝ち取りました。こうして25歳の時にガリレオはピサ大学の数学の教授になります。しかし念願が叶ってピサ大学の教授になり、研究に専念できると期待していたガリレオですが、思い通りにはいきませんでした。教授といっても契約で決められた任期があり、現代の専任講師のような立場だったのです。その上ピサ大学では理由は何であれ休校すると給料の一部を返さなくてはならないという決まりがあったため、契約通りの給料をもらったことは一度もなかったようです。こういったことが不満だったガリレオは、教授に定められた服装のルールを守らないなど素行が悪く、大学側にも悪い印象を持たれてしまい、契約の更新はされませんでした。ピサ大学との契約が終了したガリレオは、次にベネツィア共和国にあるパドバ大学で数学の教授になります。この就職もデルモンテ兄弟のコネのおかげでした。パドバ大学で教授をしていた頃は、ガリレオが最も熱心に研究に取り組んだ時期でした。そしてパドバ大学時代の研究が後に発表される落体の法則や地動説につながっていくのです。やっと好きな研究に専念できるようになったガリレオでしたが、また新たな問題が起こります。ガリレオの父親が亡くなったことで、母親と弟4人、妹2人をガリレオが養っていかなければならなくなったのです。さらにその頃のガリレオには内縁の妻との間に2人の子供が誕生していたので、2つの家庭の生活費がガリレオの肩にのしかかってきます。ガリレオのパドバ大学での給料はピサ大学時代の約3倍になっていましたが、それでも着任して間もないことから同僚の教授の10分の1以下という少ない給料でした。これでは2つの家庭の生活費は足りないし、給料はなかなか上がらない。そこでガリレオが考えたのは別の収入の道、つまり副業です。
ガリレオはまず庭がある大きな家を借り、シェアハウスビジネスを始めました。つまりその家の部屋をイタリア各地や外国から来た学生に貸し、賃貸収入を得ようと考えたんです。さらにそこで別料金をもらうことで、シェアハウスの学生に勉強を教えたり、学生向けの教科書をオリジナルで作ったりと収入源を増やしていきます。しかしこれらの収入はささやかなものだったので、まだまだお金は足りません。ガリレオはさらなる副業を始めます。この頃ガリレオは幾何学的軍事的コンパスという道具を開発していました。この道具は大砲を何度も試し撃ちしなくても、弾丸を目的地へ飛ばすために必要な火薬の量と飛ばす角度をすぐ決定することができるという優れものです。ガリレオはこの道具の販売を始めますが、販売利益が目的ではありません。本当の目的は優れた道具を作っているガリレオと自分自身の名前を売り出すことだったのです。そして実際にデモンストレーションをしてみせるなどの努力の甲斐があって、この道具はガリレオの故郷であるトスカーナ公国のトスカーナ大公の手に渡ります。このことがきっかけとなり、ガリレオは後にトスカーナ大公となる少年時代のコジモ2世の家庭教師になりました。コジモ2世は19歳の若さでトスカーナ大公になり、ガリレオの強力な支援者としてガリレオを守り続けます。このようなガリレオの積極的な副業活動が大物支援者をゲットすることに結びついたというわけなんです。強力な支援者を得たガリレオは、その頃話題になっていた望遠鏡の研究に取り組みます。当時の望遠鏡は最大倍率はたったの3倍、しかも画像が歪んで見えるという出来の悪いおもちゃのようなものでした。しかしガリレオは望遠鏡の未来に可能性を感じたことで研究を重ねていきます。やがて倍率が9倍、さらには32倍の望遠鏡を作ったのです。そしてその自作した望遠鏡で月面の観測、木星の衛星、金星の満ち欠け、太陽の黒点観測と天文学上重大な発見を次々としていきます。特に木星の周りを回る4つの衛星の発見は、地球を中心にして回っていない星があるということを明らかにし、この発見から地動説を唱えるようになるのです。さらに自前の工房を作り、ガリレオ式望遠鏡を大量製造していきます。その一方では自分の発見を分かりやすく書いた正解の報告という本も出版しています。この頃のガリレオは大学と副業で忙しい日々に不満を感じていましたが、望遠鏡の製造販売業者になって儲けようという気はさらさら持っていませんでした。ガリレオの工房で作った望遠鏡は正解の報告の本とセットで、トスカーナ公国を通じて諸外国の重要人物や位の高い人だけに限定して送られました。望遠鏡と本をセットにすることで、天文に興味のない王様や貴族たちも自分で月や星を観測すれば、それに驚き感激し、そして本も読んでくれるだろうと考えたんです。つまりガリレオは自分の技術を安売りするのではなく、自分は優秀な技術者であるということを PR する作戦を取ります。この占い作戦は成功し、各国の王侯貴族たちはこぞってガリレオの望遠鏡を欲しがるようになったのです。こうしてガリレオは人脈やガリレオに対する評判などの莫大な無形資産を得るようになりました。またガリレオの地動説に反対する人たちも、実際に望遠鏡で天体を観測することでガリレオの説が正しいと理解してもらいやすくなるだろうと考えていました。まさに論より証拠を実践した上手なやり方で、これがガリレオの流儀と言えるでしょう。さてガリレオの流儀にもう一つ作戦がありました。それが素敵なプレゼント作戦です。ガリレオの有力な支援者となりうるトスカーナ大公メディチ家に自分が発見した木星の衛星をプレゼントします。もちろん星そのものをプレゼントしたのではなく、星にメディチ家にまつわる名前を付けたのです。木星を回る4つの衛星はメディチ家の4兄弟に例えてメディチ家の星々と名付けました。このことをきっかけとして王侯貴族の間で星ブームが起こります。フランス王家からは、神聖を発見した際に自分の名前をつけてくれれば一生不自由のない生活を約束するとの手紙がガリレオに届いたほどでした。こうして1609年以降、ガリレオの名はヨーロッパ中に知れ渡るようになったのです。世間でガリレオの評判が高まったおかげで大学での待遇も良くなり、パドバ大学の契約は終身雇用になりました。現代で言えば派遣社員から正社員になり、安定した収入を得られるようになったということです。
給料も上がりましたが、それでも同僚の教授よりは安い金額でガリレオは不満でした。そこでガリレオはパドバ大学を離れて故郷のトスカーナ公国へ帰ることを考えます。ガリレオはメディチ家へ星のプレゼントをしたことによってトスカーナ大公コジモ2世のハートを掴んでいたので、故郷へ帰ってもやっていけると確信していました。しかし故郷へ帰ることをガリレオの友人たちからは大反対されてしまいます。友人たちはパドバ大学のあるベネチアはイエズス会と敵対しているので宗教権力に対抗できる学問の自由がある、しかしトスカーナに行ってしまうとイエズス会の力が強いので学問に宗教権力が入ることで地動説は否定されてしまうとガリレオを説得します。それでもガリレオは友人たちのアドバイスには従わず故郷のトスカーナへ帰るのですが、こうした友人たちの心配が的中してしまいます。故郷で待っていたのは地動説を否定する教会権力と反ガリレオ派の猛烈な批判でした。さらに頼りにしていたコジモ2世は30歳で亡くなり、一気に立場が苦しくなります。反ガリレオ派は地動説は聖書の教えに反していると宗教論争でガリレオを追い詰めていきます。宗教と科学とでは話のベースが全く違い、ガリレオが解明した天体の仕組みやその証拠などは何一つ通用しません。ガリレオは宗教裁判で終身刑の有罪判決を受け、長年積み上げてきた研究の大部分と地動説は間違いだったと宣言させられます。教会の権力が圧倒的に強かったこの時代に教会に逆らうことは命がけのことでした。そして1642年、名誉を回復することなく77歳で生涯を閉じます。ガリレオはさぞかし無念だったことでしょう。しかしガリレオが生み出した天体ブームはすでに庶民にまで広がり、高倍率の望遠鏡が安く買えるようになると庶民も星空を見上げるようになります。たとえ宗教裁判で地動説を否定するよう強制されても、ガリレオが発見した真実、そしてガリレオの思いはしっかり伝わっていたのです。お金がなくてもコネがなくても副業しながら人生を切り開いていったガリレオの生き方は多くのサラリーマンにも希望となると思いますし、働きながら YouTube に取り組む自分の姿とも思わず重ね合わせてしまいました。そういった副業やビジネスに興味のある方はぜひ概要欄から LINE のお友達に追加してくださいね。お友達限定の情報を配信していきます。さて、大人の学び直し TV には他にもおすすめの動画があるので、ぜひもう一本見ていってください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。